はい、じゃあ、頼まれた3番いきましょう。2020年度の全都記述つこ模にです。この四角3番。0から7までの数字が1つずつ書かれたカードが1枚ずつ、合計8枚のカードがあると。この8枚のカードから3枚選んで、左から1列に並べ、2桁もしくは3桁の整数 n を作る。例えば、0、1、2を選んだら、これは2桁にすると。だから100の位はなしって考え方にすると。一応、0も選ぶんですよ。0、1、2ね。 で例えば、1、2、3になったら、これ123、三桁の整数とすると。はい、1番、2桁の N、3桁の N はそれぞれ何通りできますかと。2番、2桁の N のうち、10の位の数と1の位の数の和が7とならないものは何通りですか。ということは、なるのを数えて、この1番の答えから引いちゃえばいいですね。3番、100の位が7である N のうち、どの2つの位の数の和も7とならないものは何通りですかと。 4 3桁の4のうちどの2つの位の数のはもう7とならないのは何通りですかちょっと4番が難しいかな。じゃあ、えー、と30秒後に始めましょう解説を。 きま,すまず1番が、えー、と2つありますね、えー、と2桁の n ってことはこれ100の位10の位1の位ね100の位に0これ一通りですね一ねでここ10の位は残り7つだから7の通り1の位は残り6個あるから6通りだから 1×7×6 で答え四42通りねだからこれは0は指定とで今度 n が3桁の時は えーとここは0使えないから0以外7取りですね。で次は0も含めて残り7つですよね、文字が。7。でここは6個と。ということで 7×7×6 で294通りと。まずこれ1番ができないといけないと。で、括弧二2番は2桁の n ってことはまず100の位が0は決定と。でね、この42通りの中から今から引きます。7となるやつ、10の位と1の位が足して7になるやつは016、0ゼロ この6とりあるとっていうことはこれはダメなんだからこの42から6を引いてください答え36通りとで3番、えー、じゃあ100の位が7とでえっ、ー、と,どの,、えー、とどの2つの位の和も七とならないのはとじゃあこれ7指定もう七してねでえっ、ー、と残りは0は えっとね100の位が7でじゃあえっ、ー、と7となるやついきますよ7となるやつ7となるやつだから162534435261かいいちょっと0を使わないパターンね0を使わないと考えたらえっ、ー、と162534435261計6通りになるといいだからこれもう一回言うと100の位が7で どの2つの位もだからこれも含めて、えー、とこ,れこれがあるってことは0使ったら7になるんですけどちょっと0を使わないって形でねそしたら、えー、とどの位の数も、えー、7になってますね足したらっていうか10の位と1の位ねいいかなっていうことは、えー、とこれは省かないといけないので,、えー、でここにも七7指定されてたらあとは0を使えば足して7なんだけど0を使わない でじゃあいきます全体が何通りかっていうとこれ7は指定だから1通りねでこ10の位と1の位は0を使わずに0と7は使っちゃいかんから6通りしかないですねで0と7とここ10の位を除いた計5通りだから、えー、と30通り30通りの中から今の6通りを引いてくれればいいと答え24通りといいですかねで最後の4番がめんどくさくて えーとね、まずね100の位10の位1の位ですねでまあ100の位0使えないから7通りねでここは6通りねで4通りで答え168通りなんだけどなんでかっていうとねこれ0使わないから7通りこれはいいとで次が7通りと思い本当は全体としては776なんですよでも読み取ってくださいね例えばここに1入れますよ1入れたら100の位ね10の位は使っちゃダメな数字が1と6ダメですよねっていうことは 6取り使えるってことで,す、ねでえー、じゃあ同じようにね2っていう数字をここに入れたら2っていう数字と三っていう数字あじゃあっていう数字とえー、とっていう数字ダメですよねだから2取りはダメだから6取りなんだけど例えばね23が当てはまったとしましょう二三ねそしたら1の位がダメなのは2と3は使えないとで5も使えないですね足して七だからで4も使えない だから、7になるから。ということはね、一の位でね4、4つは使えないんですよ。どんな数字が来たとしても。だから、結局、ここは七と、0以外で7通り、ここは2つ使えないのができるから6通り、ここはね、4つ使えないのができるから4通りと。ということで、168と。7×6×4、イコール168としてください。ちょっとこれ、4番難しかったかな。これはもう、計算式いらないので、答えだけ書けばいいので、えっ、ー、とね、まあ いろんな考え方があると思います一個ずつ数えても良、ね、かったとは思いますはい、以上